ルファンタスク級大型駆逐艦。ルファンタスク級大型駆逐艦。コントラ。トーピラーでクラースルフォントスカ。ルフォントスカクラスディストロイヤーは、フランス海軍が建造した大型駆逐艦の艦級で6隻が収益した。本級は1930年度計画によって建造されたボークラン級大型駆逐艦に続くジャグラー級大型駆逐艦の順道計艦である。 全球のボークラン級に対して、ボイラーが一気減じられ、四本だった煙突も、ハイエンドを二本に収束した、集合煙突の二本にされた。また方針も長方新型の13.8センチメートル、五十口径速射砲に改められ、従来のジャグアー級の後径感とは一変した、シルエットとなった。本級の船体形状は艦首の未完元の高い、単線首楼型船体である。 クリッパー型の艦首から全部甲板状に主砲の1929年型 13.9cm50 口径速射砲をお棒立てのついた単装砲がで背負い式配置でに2番主砲等の基部から上部構造物が始まりその上に上部に即居技を乗せ両脇に船橋ブリッジをつけた箱型の操舵環境が立ちそれを基部として 簡素な観客式の全部マストが立つ。船体中央部には前後に離された日本煙突が立ち、55センチメートル、巨雷発射管が3弦装で1番2番煙突の側面に、片弦1機ずつと2番煙突の背後に1機の計算機で片弦あたり6門が向けられた。煙突の周囲は関西低置き場となっており、1番煙突の側面に、 片言一基ずつのクレーン計二基により運用された。副武装である3.7センチメートル連装機関砲は二番煙突の側面に片言一基ずつ計二基が配置された。軽量化のために後部マストは存在せず、二番煙突の左右にヤードをつけて全部マストからの無線のアンテナ線を展開した。その二番煙突の背後に後部指揮書が設けられ、後部看板状に 上部構造物が設けられ、後部見張り所を挟んで3番4番手法が背中合わせに2機が配置。そこから後部甲板上に5番手法が後ろ向きに1機の計5機が配置されていた。手法は新設計の1929年型13.9センチメートル45口径速射砲である。その性能は40.6キログラムの砲弾を、 行角30度で2万メートルという射程を得ていた。この砲を単装砲がで5機を搭載した。不要能力は、行角30度、深く10度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は、カタログデータは、毎分7発である。 対空火器として、落ちキス3.7センチメートル、50口径機関砲を採用した。その性能は2.8キログラムの砲弾を行角45度で7150メートル、最大行角で高度4200メートルまで届かせる能力があった。これを連装砲がで2機を搭載した。砲がの不行能力は、行角80度、深く15度である。 旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は上部構造物により社会を制限された。発射速度は毎分42発である。他に近接火器として、点二ミリ 13.2mm76 口径、機関砲を採用した。その性能は 51g の砲弾を行四45度で 7200m 最大行角で、 高度5500メートルまで届かせる能力があった。これを連装砲画で2機を搭載した。砲画の不行能力は、行角90度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は上部構造物により社会を制限された。発射速度は、毎分450発である。他に、 手砲では手に負えない相手への対抗として 55cm 巨雷発射艦を3連装で計算機装備した。収益後の1941年にランドンターブルは 3.7cm 機関砲を連装砲がで3機を追加した。自由フランス海軍のルトリオンファンは1940年に4番手砲である 13.9cm 速射砲1機を撤去し代わりに イギリス製の 10.2cm45 口径広角砲を炭素砲貨で1機を搭載した。さらに、近接火器として、ビッカース 4cm39 口径ポンポン砲を炭素砲貨で2機、銅、ビッカーズ 12.7mm62 口径、機関銃を4連装砲貨で1機、銅連装砲貨で2機、炭素砲貨で2機を搭載した。 1942年に、ルトリオンファンは、エリコン 2cm76 口径基重を、炭素砲まで7基を搭載した。1943年から1944年に、かけて、ルファンタスク、ルテリブル、ルマラン、ルトリオンファンは近代化改装が行われた。このうち、ルファンタスク、ルテリブルは3 7トル連装機関砲2基と1 3 2ト、mm、ル 連装機銃2機と55センチメートル3、連装魚雷発射管1機を撤去し、新たに、対空火器として、ボホース4センチメートル、56口径機関砲を4、連装砲貨で1機を搭載し、エリコン2センチメートル単装機銃8機、ルマラン、ルトリオンファンは10機を追加。またレーダーの搭載と、燃料タンクを530トンから730トンへの増設を行った。 本級の機関は、重油戦勝水艦艦4機とギヤードタービン2機に、軸推進で出力7万4000馬力で、常用37.0ノットを発揮した。ボイラーは、エーグル級、ミラン及び、ペルビーに搭載された、高性能の新型ボイラーを採用した。公師運転において、ネームシップの、ルファンタスクが42.72ノット。最速は、ルテリブルが発揮した。 最大速度45.02キロトン、時速83.0キロメートルは、ギネス記録にも認定されるほどの高速度であり、ルファンタスク級の優秀性を示している。この時期間出力は10万馬力に到達したほか、44.9キロトンで1時間巡航した際には9万4200馬力を発揮している。期間構成は、性能の比較のために各艦で異なっており、 ルマラン、ルトリオンファンは、ペノエ式重油戦勝水管管とパーソンズ式、ギアードタービン。ローダ州、ルファンタスクは、ボイラーは、ペノエ式だが、推進機関は、ラテューブルターニュ式、ギアードタービンである。ルペリブルのみ、ヤーロー式重油戦勝水管4機とラテューブルターニュ式、ギアードタービンの組み合わせであった。第二次世界大戦において、ローダ州が、 ダカール沖海戦において、オーストラリア海軍の、オーストラリアから8インチ砲の砲撃を受け大破。あとに、ドイツ海軍によって、最終駅が試みられるも943年5月7日に、連合軍の爆撃により大破し、最終駅は断念された。また、ランドン・ターブルは1942年11月27日、トゥーロンで自陳した。残る4隻は、 イギリスによる捕獲後、1943年から軽巡洋艦の代わりに自由フランス軍によって運用され、対戦後もフランス海軍に所属。1964年に最後の一隻となったルマランが除籍された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。